俺今どれ読んでたんだっけ。座ってる隣にサリーがちょっと見えるのずっと気になる。サリーってな、あ、これか、これね。これ俺ね、今年のねオフかなんかにねディズニーランド行ったんすね。でさ、オフのディズニーランドってシーズンオフの時のディズニーランドはね、あのサッカー選手めっちゃいたんすよ。で、いや挨拶しに行かなきゃいけないのはわかるんだけど、ちょっといるのバレんの嫌で、これになんかねサングラスかけて絶対こうバレないようにしてた。こうやってだから並んだりこうやってやってた。いや可愛いキャラじゃねえんだよ。これで最初は普通にこれで普通に行ってたんですよ。これでねディズニーランド楽しんでて、でも誰とは言わないけどマジで 3,4 人いたんですよ。歩ってるだけでうわっみたいな。それで急遽買ってこれとサングラスあるかな、これとサングラス買って行った。バレたらさ気まずいしさ、ちょっと待って、スーパーチャット読み忘れた。青赤の YJ さん、スーパーチャットありがとうございます。120円ありがとうございます。ミサさん、スーパーチャットありがとうございます。サリー姿ありがとうございます。見たかったけど言えなかったので感謝です。いや、そう、これでディズニーランド行きました。でも俺ディズニーランドあんま好きじゃないから、そういうテーマパーク系あんま好きじゃないんで、まあこれから行くかは分からないです。はい、 EN さん、スーパーチャットありがとうございます。サングラスサリウス、いや行かないっすよ俺も多分ディズニー。やっぱね俺十何年ぶりぐらいにね行ったんすよディズニーランドね。でもね、うーんって感じでしたね。あんま好きじゃないな、楽しくないっすね。いや楽しくないっすよ、ダメだ。夢の国っていうのを味わえただけ。はい、それぐらい。意外と遠いし、はい、そんな感じです。サングラスがなくなっちゃった。どっか行ったわ。まあでもそんな感じっすね。はい、サポーターの方には傷、でもねめっちゃ最初の段階で俺これ買いに行ったからね。うん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバーイ。疲れです。